時お付き合いしてた方ですね。あのその方は大学生でしたね。どんな思い出ですか。まあ、その時はまだ好きっていう感情なかったので、もうそのエッチなことすることに対して、まあ、痛かったなっていうあのただただ一言ですね。そこからなんか体験人数は今までこの人生の中で何人ぐらいのご経験が、あのその方合わせて3人ですね。意外少ないですね。あ、本当ですか。そんな3人とこうね、経験の中でこう思い出に残るエッチみたいなのあります？思い出に残るエッチ、なんか一回何ですかね、なんか足の指を舐められた時があって、その時になんかまあそんなとこ舐めないでほしいっていう気持ちももちろんあって、でもなんかもう すごい今まで感じたことのない気持ちよさがあって、それはちょっと忘れられないかもしれないです。ちなみにこんな綺麗な方がどんな AV 見てるんですか。よく見るのはマッサージとか、オイルマッサージ、隣のうちに住んでる男性がなんか無理やりみたいな、そういうのも見ます。こういうエッチが好きだ、ちょっとだけあの S っぽくされるのがいいかもしれないですね。どっちかというと M っぽいんですか。なんか M か S か、あのその分かるきっかけがあったわけじゃないですけど、まあでも S っぽくされるときにいいって思うってことは M なのかもしれないですね。ちなみに性感帯って耳ですね。どうされると舐められるのがいいですね。いわゆる絶頂というか、行ったことがあるみたいなことはあるんですか。行ったことがなくって、これが行くっていう感覚なんだっていうはっきりとした分かったことはないですね。だから多分行ったことないんだと思います。でよく AV 見てて、ジョージさんがこう行く行くとかってやってるじゃないですか。はい。ああいう感じはないってことですか。いや、そうなんですよね。どういう感覚なんだろうってずっと思ってます。そもそもなんか私が知らない感覚なので。オナニーするんですか。あ、それは人間なんで、そうですね、しますね。どんな感じでオナニーするんですか。どんな感じ、どんな感じ、まあなんか行くって感覚がないのでゴールが分かんないんですけど、あのざっくり服の上から触ることはします。ざっくり、ざっくり。すごいざっくり、服の上からざっくり体を触るんですか。あ、そうです、そうです。なんかおもちゃ、おもちゃっていうかその市販のそのアダルトグッズとかは使ったりはしない。あ、持ってなくて、まあ持ってる、なんか持ってるってよく聞くんですけど、まあ、持ってないので。なんかどんな時にムラムラするのかなっていうのは。ああ、どんな時、まあ AV 見てる時はもちろんなんですけど、見てない時だとすると朝起きた時ですかね。じゃあ朝こう起きてすぐにオナニー